が全国のフェイキービッグスピンが初心者向けトリックだと思っている皆様、お待たせしました。ということでね、今日はね、この怒りの VTR ですね。フェイキービッグスピン簡単だって言ったやつ出てこい。冗談です結構フェイキービッグスピンって初心者向けトリックとして紹介されてるじゃないですか。でも正直言って僕全然できなかったんですよ。多分1年半ぐらい前めちゃくちゃ練習してたんですよ。ニュートリック増やしたいと思ってフェイキービッグスピンめちゃくちゃ練習したんですけど、まあ何度ぐらいですかね、270度ぐらい回ってのまあなんとか、見て見て見て、あートンボ今止まってくれたのに行っちゃった。なんとか、何の話してましたっけ、フェイキービッグスピンが270度回って、まあ、なんとか自分の中でもう本当にすごく妥協してもうメイクでいっかみたいなでメイクしたのが1回、もうそれっきりですね。正直フェイキービッグスピンメイクできたっていうのはめちゃくちゃ練習してたあの時期で、なんか半ば諦めてたんですよ。どこが初心者向けトリックやねんクソ野郎がっつってまあ僕が多分練習方法とかが下手くそだったんですよ、多分ですで最近ちょっと練習し始めて、またで意外となんかできそうだなっていう感じで、何度かその360度しっかり回って乗れたっていうのもあって、ちょっと練習したら安定感出るんじゃないかなっていう、安定感出したくて完成度とかも高めていきたいっていうのもあるので、ちょっと今日フェイキービッグスピンの練習していこうかなっていうふうに思ってます。はい、ということでね、フェイキービッグスピンやっていくんですけど、昔やってた時の問題点としては体の真下で回らないっていう、っていうのも板が360度回って、こう進んでて360度回って、で僕も180度回るじゃないですか。最初ここからスタートしますよね。で板がなんかこの辺行くんですよね。で僕は180度でこの辺じゃないですか。だから乗れてもなんかこの辺みたいな乗れてもギリギリの端っこぐらいにしかならなかったんで、ちょっとね重心のコントロールとかも最近は上達してきてると思うんで、その辺意識してやっていこうと思います。まずね、一つ間違いなくチキってる。膝がもう見てわかるぐらい、見てわかる、まあ自分でやっててもカチカチだなっていうふうに思うんですけど、多分見てわかるぐらいなんか足が上がってないと思います。滞空時間もかなり短いんじゃないかなっていう感じですよね。そこら辺意識してやってます。おおわかった。重心がこっちにあるとまず間違いなく失敗する。どっちかっていうと重心をこっち側に置いとくイメージでやるとうまく回るんだけど、その場合、まあ、しょうがないんですけど、これってまだ下手くそなんで、だいぶこう回ってこのぐらいでショーフィット入れるんで実質そんな回ってないんですよね。ちょっとそれでもいいんで、とりあえずは乗るっていうことを意識してやってみますね。
ああ見よマジでこのトリック最初に簡単って言ってた誰だよ。めちゃむじいじゃないか。クソむじいよ。はい、ということでね、本日はフェイキービッグスピンの練習してきたんですけども、まあ回らないですね。体育時間が足らないのと、やっぱフェイキーの時の重心移動なのかな、何が悪いのかいまいち分かんないんですけど、まあ膝が硬いってことですよね。なんか怖がっちゃうのか、僕は緩くやろうと思ってるんですけど怖がっちゃって、でもなんか体全体が怖がっちゃってる感じはありますね。チキってるってことです。まあ、ちょっとねフェイキー系トリック弱いんでね、レギュラーばっかりやってないでフェイキーも少しずつ練習していこうと思います。ということでね、フェイキービッグスピンこんな感じでした。完璧なやつね乗れてないと思うんですけど、ちょっとねこれからまた練習していこうと思ってます。ということで、よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。リアルにフェイキービッグスピンむずくね。はい、ということでね、ついにこの時がやってきました。当選者の発表というか、今から抽選を行います。プログラム組んだんで画面でやるんですけど、キャプチャーめんどくさいんで直撮りで許してください。今から画面の方直で撮影してやっていきたいと思います。それじゃあ抽選やります。まあこの部分だけ見えてればいいですよね。それじゃあ行きます。ルーレットスタート。一人目から、はい。二人目、はい。三人目、はい。四人目、はい。五人目、はい。今回の当選者はこの方たちになります。おめでとうございます。申し訳ありません。ミスが発覚いたしました。プレゼントを応募してない方の名前がリストに入っていたために、その方が当選者になってしまうという大失態を犯しました。もう一度再抽選、最初から再抽選してもよかったんですが、最初に当選された4人の方にちょっとそれでは申し訳ないということがあるので、その残り1枠だけ今から抽選したいと思います。一番本当申し訳ないのは、急に突然名前を出されてしまったミノムシさん、本当に申し訳ありません。それでは再抽選一人だけやっていきたいと思います。それじゃあ行きます。はい。最後の枠の当選者はこの方になります。おめでとうございます。そしてグダグダになってしまったことは申し訳ありません。動画の続きをご覧ください。どうぞ。ということでね、僕の方から DM 行くと思うんで、対応していただけると嬉しいです。あー、ちょっと待って、 DM スタートじゃないかもしれないですね。フォローが行ったらフォローバックをお願いします。じゃないと多分 DM 送れないと思うんで、フォロー、フォローバック、 DM に対応、応対まあそこまでやっていただければ多分そこから、まあ、送り先とかね、教えていただいて、そこに送ることができると思うので、対応の方、よろしくお願いします。それじゃあ、本日の動画は以上になります。お疲れ様でした。